日、被爆76周年原水爆禁止世界大会長崎大会第4分科会見て聞いて学ぼう長崎を始めます。運営委員の熱狂様千葉です。よろしくお願いいたします。こんにちは、同じく、運営委員の熱狂様角田と申します。よろしくお願いします。本日はちょっと会場の方が少なくなっています。緊急事態宣言それからまん延防止措置の、出ている都道府県からは、長崎に来ないでくださいというような今、流れになっています。ちょっと人数が少ない中ですけれども、お話、熱いお話、それから質疑の方もぜひたくさん出していただければというふうに思います。原水金も福島から始まり、先日広島で行われ、今回3つ目の長崎というふうになっています。私は全部に参加をしてきていますが、福島では被爆労働の話を聞いてまいりました。東電の第一原発、福島第一原発で、そこで実際に作業をされている方が過労死をされてお亡くなりになったそのご家族のお話、それから何重にもこう下請けでこう作業されている方たちっていうのは下請けの下請けの下請けみたいな、そういう厳しい、現実の話を聞いてきました。広島では、発電エネルギーのことについて、お話を聞いてきました。今神奈川県、私神奈川なんですが、近くにいるある横須賀市というところで石炭を使った火力発電所を作っています。今火力発電所です。これから脱炭素といって2050年にはなくすと言っているものをこうわざわざ作っている。なんでそんなことするんだろうっていうようなことですとか、環境のこと、そういったことを、聞いてまいりました。それで、今日は3つ目の長崎ということで今回たくさん勉強させていただいております。この見て聞いて学ぼう長崎では、山川さんの方から、戦争を体験していない人に戦争の恐ろしさを伝える、この伝えるということですね、この難しさ、それからその工夫についてお話を聞いて学びたいというふうに思っています。たくさんこうスライドを使って、見せていただける部分があろうかと思います。それから、漫画家の西岡さんの方から現場に関する紙芝居ということを、実際に見せていただいて、やはりこちらも同じように、伝える、伝承、継承していく、今も、実際に戦争を経験された方、被爆をされた方というのは平均が85歳とか、そのぐらいの年齢になっているそうで、なかなかこう生のお話を聞く会というものは、相当減ってきます。実際に経験した方もいらっしゃらない中で、これからは聞いた話をまた誰かに伝えて、この次をこうっていうふうにもう2段構え3段構えになっていくわけで、そうすると実際にこれがどういうふうに伝わっていくのかっていうのは大きな、課題だろうというふうに思います。ですので、皆さんもそういったことを、見て聞いて学んでいただければというふうに思っています。今日、山川さんからのお話をだいたい50分程度、もうちょっとになるかもしれないですけど、その後一旦休憩をとって西岡さんのお話、最後に、質疑、感想等の、お時間にしたいというふうに思っていますので、質問等はまとめて、最後の時間に取りますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、最初に長崎県原爆被爆教職員の会の副会長でおられます、山川さんの方からお話をいただきたいと思います。ではご登壇いただいてよろしくお願いします。皆さんこんにちは。
今紹介いただきました山川武史と申します。階段を上るときに手を使って上りましたけれど、84歳の終わりの方を今言っているところです。まあ、月日の過ぎる速さ、時速84キロで1年間を走っているような感じなのでですね、本当に速いです。で、今日はですね、被爆体験講話ということで、主として被害の立場からの話になるわけですね。で、戦争っていうのは二面あって、どこかの国がですね、戦争を引き起こすわけですね。つまり加害の面があります。そして甚大な被害を受けるっていう被害がそれに伴って発生をいたします。なので戦争っていうものをいわゆるこの学ぶという場合は、今日の被害の面だけではなくて、なぜ8月9日がやってきたのかという、そこの加害の面の、見て聞いて学ぶをぜひこの後やっていただきたいというふうに冒頭に申し上げたいと思います。で、今日ですね、お話をする、まあ、いわば主なこと、まあ、話の柱とでも言いますか、それを4つ用意したわけです。で、第1番目の柱は、この84歳のおじいちゃんがかつて子供だった頃、一体世の中はどんな様子だったんだろうということをまずお話をしたいと思っています。その訳はですね、皆さんも学校で社会の勉強でですね、戦争や原爆のことを学ばれたと思いますけれど、本当に記述が少ないですよね。何年何月何日に広島に、そしてその3日後長崎に、まあ極端に言えばそういう程度ですよね。なので本当にそんなことってあったんだということを教科書よりも少し実感していただけるかなと思っています。そしてもう一つ理由は、油断すればそんな世の中に逆戻りするのはこれはもうたやすいことだと。で、80年以上生きてくると本当にその恐ろしさっていうのが分かりますので、それぞれ皆さんがそんな世の中に戻すわけにはいかんという覚悟もやっぱり必要だろうと。そんな理由で私が子供だった頃の世の中ということをまずお話をいたします。で、二つ目は、そういう世の中で私はあの日を迎えました。で、ここを通常被爆体験というふうに言ってるわけですね。三つ目の柱は、私たちは被爆者と呼ばれます。今生き残っている12万いくらの被爆者の一人として、皆さんに何を一番知ってほしいか、被爆者の願いを3番目にお話をしたいと思います。最後4番目、その願いは叶えられるだろうかと
いうことについて私が日頃思っていることをお話をして終わりたいと思っています。この4つの話の柱で今日は皆さんに聞いていただきたいと思っております。じゃあ早速ですけども、最初のですね、私が子供だった頃の世の中ということのいくつかを皆さんに紹介をしたいと思っています。でこれはね、よく社会科の教科書で取り上げられていることが多いんですね。で、戦時下の東京の銀座の通りを写したものと言われています。で左手に大きな立て看板が見えますね。日本人なら贅沢はできないはずだって書いてありますよね。で厳しい戦時中といってもですね、国がこういうことをしてはいかんと言ってもやっぱりやってしまうっていう人はこれもいつの世にもいるわけで、もちろんただでは済まないわけですね。必ず攻撃される。まずどういう攻撃か、最初は口ですよね。どういうことを言われるか、これはここから当然出てくるんですね。日本人なら贅沢はできないはずだと。お前はそれでも日本人かと。これがもう決まり文句ですね。そしてその後に必ずくっつく言葉、これ今でも時々ね、新聞なんかでも見るんですけど、非国民という言葉ですね。お前はそれでも日本人か、この非国民がというのが真っ先の攻撃で、もちろんどんどんエスカレートしていって最後は命を奪われるというところまで行くわけですけどね。じゃあ贅沢って一体何を言ったんだろうと、これ今の皆さんたちにとっては何がそれが贅沢かというようなことばっかりなんですね。例えば女性がパーマ屋さんに行ってパーマをかけると、今これを咎める人は誰もいませんけれど、戦時中は隣のおじちゃんではなくて国が禁じたんですね。この写真が出ている写真集なんかに必ずその横にはあると思うんですが、アスファルトの道路の上に白いペンキで大きくパーマネントはやめましょうなどと書いてあるんですね。そのぐらいに本当に庶民のですね、何でもないことを贅沢と決めつけて、その他にもたくさんのこと、例えばですね、各地に織物の名産がありますよね。例えば京都で言えば西陣織とか、あるいは久留米だったら久留米がすりとか、いろいろ沖縄とか各地でそれぞれ特徴のある織物がありますが、例えば伊勢崎っていうところの織物の中に金糸とか銀糸ですね、キラッと光るような、そういう糸が織物の中に混じっていたのを見つかると、なんと女学生を動員してですね、織り上がった織物の中から糸を引き抜かせると、こんな今で考えられないようなことがですね、行われていたということなんですよね。そうやってこれもダメ、これもダメ、これもダメと、そんな世の中はどういう空気になるかと、今マスクをしていると外した時よりやや息苦しいですよね。世の中が息苦しくなるわけですね。とっても息苦しい、のびのびと息ができない、そんな世の中がやってきます。
一番息苦しくしたもの、それは何かと。思ったことが口に出せないという世の中になると。例えば誰でも心の中で思っているかもしれないけれど、俺戦争は嫌だと、あるいはこの戦争ってなんかおかしいよねなどと思っていることをポロッと口に出したばかりに捉えられるということが多発する。つまりそういう言動をする人を監視する人がいたわけですね。例えばおまわりさんのように制服を着てたらみんな用心しますよね。だけど私服で人の間に紛れ込んでいたらわからないですよ。だからそういう言動をする人は必ず捕まったわけですね。そしてついには拷問を受けます。あの蟹江戦で有名な小林武二もその犠牲者ですよね。こんな風に監視社会になる、思ったことが言えない、そんな世の中が真っ先に来たということになります。次に学校の変わり方を見たいと思います。これ学校の運動場に集められている女の人たちですね。主としてお母さんたちです。手に握っているのは、これは竹槍と言います。あの侍が持ってた槍、これを手作りで国が作らせたわけです。で材料として一番手に入りやすいのは太い竹ですよね。したがってこの太い竹の先を槍のように尖らせたもの、これが竹槍です。これで今右手に見えているのは稲刈りが終わった後の藁です。これをたくさん束ねたら藁束になりますね。この藁束を竹槍でブスッと突き刺す、いわゆる竹槍訓練を受けさせられているお母さんたちですよ。さてここから学校です。小学校、当時戦争中は全て日本の学校は国民学校と称しました。その国民学校まではですね、男女共学なんですよ。同じ校舎の中に男の子も女の子もいました。だけど中学校以上になると男の子と女の子が行く学校は別々なんですね。女の子が行った学校は普通何々女学校と呼ばれました。その女学校でこの竹槍訓練が先生によって強制的に行われたんです。それが何か大変だろうかと。大変なんです。それはなぜかと、この藁束が普通の藁束ではないからです。じゃあ何だと。これ敵に見立てた藁束ですよ。つまり敵なんです。それを竹槍で突き刺すということは、戦争になると学校は人の殺し方を教えたっていうことでしょ。あ、竹槍訓練ね。そうじゃないです。学校の先生が女学生たちにもこうやって人を殺せって教えたわけですよね。つまり戦争っていうのは学校を変えるんです。これは戦時中の最も有名なスローガンです。鬼畜米英と。なんと低学年の教室からですね、この張り紙はあったんですよ。で1年生の時の私の受け持ちの先生は女の先生で、とっても普段優しかったんです。だけどこの漢字4文字をね、1年生に教えようというんですから、これ大変なんですよ。普通の先生とちょっと様子が変わりますね、この時は。じゃあどう教えたかと、こう言いました。アメリカやイギリスの兵隊は見た目には人間の姿をしている、
だけどこいつらは人間などではなくて一皮むけば正体は鬼なんだと、畜生、つまり怪談者ですね、そう教えたんです。今時の小学校1年生に話してそれを信じる子は一人もいないですよ。でも当時はそう叩き込まれるわけです。そしてこの4文字は大変なことをしでかします。なぜか、こんな奴らだから捕まったらこれ大変なことになると。特に女性は悲惨な目に遭った上に八つ裂きにされると。絶対に捕まってはならん。つまり敵に捕まることを許さない言葉としてこの漢字4文字は働くわけです。なのでこういうことが起こるわけです。ここに日本の女の人の姿が見えています。高い崖の上から飛び降りた瞬間を敵のカメラマンがキャッチをした。で、この女性がずっと下に落ちていくのに合わせてカメラは動きますので、この人は全然焦点ぶれてませんけど、この崖はまるで滝のように流れてますよね。これカメラが動いてるからです。さて、カメラが追っていった一番下は何かと、海なんですね。高さ、記録によると低いところで60メートル、高いところで80メートルあったという。崖っぷちに立って下を見たら本当に足が震えるような、目のくらむような崖なんです。そっから飛び降りるんですね。崖の上には逃げてきているたくさんの日本人、男の人、女の人、若い人、年寄り、中には子供、動き回ってるわけです。敵が迫ってるからです。捕まっていいんだったら今皆さんが座っているようにそこにじっとしてればいいんです。どんなことがあっても捕まってはならん、こうする以外なかったわけです。子供はどうしたかと、大人が突き飛ばしたって言うんです。なぜそういうことが分かるかと、実はこの高い崖の途中にですね、木の枝が何か所か出ていたらしい。上から飛び降りたある男性がその木の枝に引っかかってですね、一命を取り留めた人が後に記録で残してくれてるわけです。それにちゃんとですね、子供は大人が突き落としたって書いてるんですよ。一滴の血も見えませんよね。だけどここは血がドバッと流れているところだけが戦場ではなくて、ここもまさに戦場ですよ。そして戦争なんです。戦争ぐらい人の命を粗末にするものはないですよね。さあ、今度はガラッと変わりましたね。習字ですね。誰が書いたかと、1年山川武史、この人はとうとう84歳になりました。1年生の時の習字ですね。朝日が昇るそのシーンを戦争中の1年生が見たら何を連想するだろう。まず昇る朝日のイメージ、赤く見えますよね。夕日もそうですけど赤く見える。輪郭もはっきり丸く見える。お日様が出始めるとき意外と大きい、赤くて丸くて大きいもの、もうこれ以外ない。日の丸の旗、それ自体には罪はないですよね。一枚の布です。だけど戦争へ駆り立てた指導者たちは、これは戦争に使いますよ、もちろん。この日の丸の下で日本人がおよそどのくらい犠牲になったか、この数は大体も定説になってますので、およそ310万と言われてますね。アジアの人はどうか、なんと犠牲者を数える時の単位が1000万じゃないですか。
課題ですよね。こんなことも書かされたんですね。体を鍛えろと。で、僕小学校の子供たちにもこうやって話すことがあるんですけど、ね、体を鍛えて悪いって子供たちに聞けば、もう悪くないって即座に言います。じゃあ目当ては一体何だったの？体を鍛えろと国とか先生が1年生にまで言ったのは何でだろう？これです。小学校1年生ですよ皆さん。つまり戦争になると学校は戦争に備える教育をすると、その証拠ですよね。今幸い日本で戦争っていうのは起こっていません。もしこれを平和だと言えば、いつまでもこういう時代が続くと。そのための勉強ですから。つまり勉強の目当て、教育の目当てっていうのは平和を学習する目当てとぴったり重なるじゃないですか。平和な世の中を作るのに役に立つような人を育てるということが教育ですよね。ここまでが一の柱です。本当に戦時中のですね、庶民の暮らしの一端ですけれども、こんな世の中に逆戻りしてもいいと思う人は多分いらっしゃらないはずですよね。でも油断するとこういう世の中にはすぐに戻ると。こんな世の中で私はあの日を迎えました。ここから二つ目の柱に入ります。あの日、何日か、9日、何月か、8月、ここまではスラスラと行くんです。ところが何年、ここでガクッと下がりますね。これ実例が一つあります。2015年、それからその前2010年、この2度ですね、 NHK でアンケートを取った、その項目の中にこういうのがあったんです。長崎に原爆が落とされたのは何年何月何日ですかと。皆さん、全国平均正答率はどのくらいだと予想されますか？2010年は 23% です。5年後、 26% です。やっぱり 20% 台なんですよ。でもですね、詳しく見ると9日と答えた人、8月と答えた人、これは結構いたんですよ。でも1945年を書けなかった人が多数いたので、トータルとして 20% 台の正答率なんです。つまり8月9日はマスコミの報道によって知られている、つまり夏の行事として知られているんですね。1945年が答えられないということは、この日を歴史としては見てないということが言えると思うんですね。だから子どもたちには夏の風物詩ではなくて、人類の歴史の中の非常に重要な一年なんだと、そんな見方をしてほしいということを私は言っております。それから最近ですね、11時2分ね、長崎ので、これね、意外と76年経った今混乱してるんです。新聞の記事にね、よくこんなふうに出るんですよ。長崎に原爆が投下された11時2分を合図にして全員黙祷をしましたなどと出るんです。ところが原爆資料館の入り口のところに壊れた柱時計がかかってますよ。針を見たら11時2分なんですよ。長崎の11時2分はあの
爆心地上空500メートルで炸裂をしたその時刻なんですね。炸裂した時刻なんです。ところがややこしいんですが、広島の8時15分はあれは10日の時刻って言われてますね。だから長崎の子供が広島のあの時刻を見たら、あ、8時15分に広島でも炸裂したのかと思うでしょうね。逆に広島の子供は8時15分は10日って思ってるから、長崎の11時2分も10日って思うと私は思っています。で、かくいう私も10年ぐらい前自分の書いたものを見たらね、11時2分10日って書いたりしてるんです。やっぱり間違いが自分で分かったら、あとは私も自分の誤りを正したり、メディアの人が8月10日の新聞にそのように書いてたら、これ毎年必ずありますから、8月10日の新聞見るとね。だからこれ違いますっていうふうに今は言ってるんですけどね。86年に見る小さな混乱ですが、76年のね、長崎の場合は11時2分炸裂ということです。さて、その時私はここにいましたので地図を見たいと思います。1945年当時を再現をした長崎の市街地などがこう出ているわけですね。で、他県の方が、まあ、割合的に多いと思いますので、長崎の地形をですねちょっと説明したいと思います。で、地図ではこの右側が東になりますよね。で、東を見るとこの緑っぽいところ全部山です。山がつながってます。今皆さんがこう座っておられますけども、背中の方向が東になりますので、この建物を出てみられたらずっと端から端まで山がつながってます。西の方、ここに岩屋山というのがあり、稲佐山というのがあり、この下もずっと山です。西もずっと山です。つまり今正面に座っておられるその正面の方が稲佐山の方なんですね。さて、長々と言いましたけど、こういうことです。長崎は東の山と西の山に挟まれたこの狭い谷間が主要な被爆地になっていると。ここを理解していくと長崎原爆の特徴がよくわかると思うんです。広島との違いも明瞭です。広島は山が遠いです。なので上空で炸裂したウランの原爆の被害というのは、同心円状に外に向かって被害が広がることができた。長崎はそうはいかなかった。この山は爆心地から2キロしか離れていません。2キロっていうのはこれはもう壊滅状態の場所ですよね。でも山の陰になったところは壊滅的な被害は免れているわけですね。こういうところが長崎にはいくつもあると。これが長崎と広島の地形の上での原爆の被害の違いということも言えるわけです。さて、現在ここに原爆公園があります。ここからまっすぐ真下に、つまり真南に直線を引くとこの海岸にぶつかりますよね。ここまで 4.3 キロです。爆心地から真南に直線を引くとこの海岸にぶつかります。ここに僕はいました。近くで有名な建物っていうのはグラバー園っていうのがあります。今長崎の観光の、まあ、一つの目玉になってます。それが近いところにありました。で、グラバー園は小高いところにあって、見晴らしがいいですね。で、私が通った国民学校も私の住んでいた場所もグラバー園と同じ高さのところで少し離れた場所にあったんですね。で、夏休みの子供が、この時僕は3年生になっておりますが、年齢は8歳ですね。8歳の男の子が夏にどこに遊びに行くかと、
大浦天主堂とかですね、グラバー園とか、そんなとこは何も魅力がないんですね。やっぱり目の下に広がっている港の方に足が向きます。で、8歳の子がトン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 と長崎名物の坂道や坂段を駆け下りるとですね、もう 4,5 分でバス道路に出ます。この前にもバス道路ありますけども、爆心地の前に国道が今通ってますね、ずっと。で、これ長崎駅です。で、駅の前を通って大波通って道を通って、で、ずっとこの海岸沿いにバス道路は通ってるわけですね。このバス道路にもう 4,5 分で来ます。で、バス道路を突っ切ると目の前はもう鳩場ですね、長崎の港。バスが止まるとこはバス停って言いますけど、船が止まるとこは鳩場ですね。で、その鳩場というのはもちろん遊び場所ではないので、学校の先生からもあそこ危ないと、遊ぶなとしょっちゅう言われてました。でも遊ぶなと言われた場所で私はよく遊んでました。朝ごはんを食べてそこでしばらく遊んでいた頃、突然と大連がけたたましくなりだしました。これは空襲警報の合図ですね。もっと長くずっと続くんですよ。このサイレンが耳に入ると何もしててもとにかく逃げ込む場所っていうのがあったわけですね。漢字3文字です。もうお分かりと思いますが、防空壕という真っ暗な穴蔵ですね。で、防空壕にはタイプが2つあります。崖があると真横に穴を掘ればいいですね、横穴式。崖がなければ地面に穴を掘る、あの兵隊が最前線で隠れた塹壕というのがありますが、その塹壕式と横穴式と2つあったわけで、僕の家はどっちだったか、床下に穴を掘ったんです。床下に、つまり畳の下にですね。親子4人です。両親と女学生の姉と3年生の僕と4人です。で、サイレンが例えば夕ご飯を食べている時にでもと鳴り出した、もうとにかく箸を放り投げて口を動かしながらですね、畳の下の防空壕に潜り込むという日常だったんですね。日常です。だから当然学校はもう会ってないんですよ。で、その空襲警報でやっぱり今でも鮮明にですね、蘇る一番嫌な記憶っていうのは、空襲の時のですね、あの敵の飛行機のね、あの音なんですね。例えば日本では太陽戦争の初期にゼロ戦っていう飛行機が活躍したということはご存知と思いますが、アメリカのそのすばしっこい戦闘機というのはグラマンと呼ばれる飛行機でした。そのグラマンという飛行機が航空からですね、キューッと急降下っていうんですかね、本当にね、地面に激突するかと思われるように急角度で降りてくるんです。そしてその飛行機には機関銃が備えてありますから、低空になった時にダダ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 って撃ちまくりますね。その音がですね、真っ暗な穴の中にいる8歳の子供にどういう影響を与えたかと、人として2つあります。1つは夏でも体が震えました。あの身震いっていうのはブルンと大きく震えますよね。で、見てて身震いしたのは見えますけど、あの防空壕の中で震えてる子供っていうのは見えませんね。もし誰か触ったとしたら、あれ、この子震えてるよっていう、そういう感じの震え方ですよ。だから非常に特徴がありますね。もう一つは何か、今日で死ぬとかなって、小さな子供にね、こんなことを言わせるような恐怖なんですね。それが空襲ですよ。今日で死ぬとやろうか、そんなことをね、何度も言いました。さあ、ここに戻りますが、この爆心地から 4.3 キロのこの
鳩場のところでサイレンを聞くわけです。絶対家に戻るなと、これも厳しく言われてました。途中が危ないと、お前が今いる一番近くの防空壕に入れと、こう言われたんですね。で、この辺り長崎の南部ですけど、ここに本当は字が書いてあってですね、波の平町って書いてあるんですが、この辺りはですね、こっちから北の方からこう南に下ってくるこの方角から言えば、バス道路の左手が崖なんですね。崖がずっと結構長くつながってますよ。で、右側は海ですよね。その左側のバス道路に沿ったその崖にたくさん防空壕が掘ってありました。私の町の防空壕、つまり誰でも入ることができる防空壕、それもあったわけですね。なのでこの時は鳩場を駆け抜けてバス道路を横切って目の前の防空壕にそのまんま走り込むということができたわけです。で、9日の1回目の空襲はですね、空襲警報は意外と早く解除になったんですよ。で、長い時はね、皆さん半日ですよ。つまり学校で言えば1校時から4校時目まで防空壕の中に閉じ込められる、考えただけでもですね、うんざりしますよね。で、その日意外と早かった。で、僕は外に出て遊びます。遊び道具は何にも持ってません。じゃあ何で遊べるかと、たった一つ手に入るものは地面の泥だけです。で、泥遊びしかできないですね。で、泥遊びをされた方は分かると思うんですが、泥だけではね、泥遊びでできないですよ。もう一つ絶対いるんです。と小学生に言ったらすぐ水って言いますね。その通り、もちろん防空壕の目の前には水はありませんでした。ちょっと離れたところにあった。3年生の小さな手のひらをこう合わせてですね、で、そのかき集めた泥のところに持ってくるんですけど、もうほとんどなくなったりしますね。だから1回で食べないんです。何回かそうやってとうとうですね、両方の手のひらでこう丸めて泥のお団子みたいなものを作って足元に並べて遊んでたんです。で、その時グラバー園と同じ小高いところにあった私の学校のね、屋上に常駐していた見張りの人がいました。これは警防団と呼ばれるおじさんですね。中には兵隊も混じっていたこともあったかと思います。で、兵隊の服装もですね、警防団の服装もよう似てるんですね。子供にはようわからんぐらいに似てました。そのおじさんがですね、いつもぶら下げているメガホンを口に当てて、ありったけの声を振り絞って周りに知らせていると思われる声が届くわけです。で、その人は何て怒鳴ってたかと、小高いところの屋上からですね、今世の中は静まり返ってましたので、バス道路のそばにいる私のところまでかすかに聞こえたんですよ。怒鳴っている声をしっかり聞いてみたら、鉄器と話してる、怒鳴ってる、鉄器。鉄器っていうのはもちろん敵の飛行機、これをぐーっと縮めれば鉄器ってなりますよね。なぜ警防団のおじさんは自分で敵機と空襲警報を発令しなければいけなかったか、サイレンが鳴らなかったからです。つまり軍部から正式の空襲警報は発令されていないんですね。で、私大人になってから何人かの被爆者にそれを確かめました。あの原爆の前に、あんたサイレン聞いた？と尋ねると、全ての人が、聞いとらん、その通りなんです。で、それでも私はまだもっとしっかり確かめたいと思って、そういった書類を見ました。福岡には出てる、だけど福岡で止まってるんですね。
長崎にはやっぱり軍部からの正式の空襲警報は発令されていないんです。だからこの長崎市内のあちこちにいた兵隊あるいは警防団のおじさんたち仰天してるはずなんですよ。おいおい、空襲警報は解除になっているのに今自分の耳に聞こえてくる飛行機の音はこれは間違いなく敵機だと、このまま放っといたらこれ大変なことになるということで、それぞれの人たちが自分の判断で出してるわけですね。正式の空襲警報がないから、サイレンが鳴らなかったから、もうずっと空を睨んでた、まあ、いわばプロですから、味方の飛行機の音と敵の飛行機の音っていうのは分かるわけですね。これは大変だということで、てっきーと怒鳴ってるんですよ。鐘の音は鳴るのは聞こえました。鐘の音は聞こえた、何箇所からか。でもサイレンはついに鳴らなかった。で、私もですね、手のひらに泥まんじゅう乗っけながらね、その音を、そのおじさんの怒鳴り声の直後に私も聞きました。戦争中はですね、多分音楽の時間だったと思うんだけど、敵の飛行機の音を聞き分けるための耳の訓練とか言ってですね、そういう時間があったんですよ。で、例えば低学年の時だったら先生がオルガンでドミソという和音を弾いたりね、ドファーラーとかシーレーソーとか和音をして、今のはどれかと。それがなんとですね、敵の飛行機の音を聞き分ける上等の耳を養うための教育だったそうですね。そんな悲しい勉強を戦争中にはしたんですけど、さて、私もようやく自分の耳で確かめたので、これは防空壕に飛び込まないといけないと思って、手のひらの泥まんじゅうをですね、こう地面にこう置いたんですね。まあ、降りなければいいのにですよ。地面にそーっと置いて、そしてかがめていた体をこう伸ばした、その瞬間にカカッときました。僕目を開けてましたけど、周りの風景が一瞬消えるわけです。つまりあの爆心地の上空で炸裂したプルトニウムの原爆のその光があまりにも凄まじくて、この長崎中一瞬その光に包まれるという時間があったわけですね。短い時間、例えば皆さんの前にね、何百何千というカメラを積み上げて一斉にですねフラッシュをたいたと、皆さん目を閉じないでそれを見てたとしたら、多分そんな目の感じになると思います。何でも目に入らない時間というのが生まれるわけですね。4キロあたりの僕が見たその光というのは真っ白く輝いた光でした。 1.4 キロっていう、周りはもう大抵なくなってるんだけど、私の義理の兄が 1.4 キロで数メートル吹き飛ばされながら頭を避けてですね、それでも生き残ってたんですよ。彼が描いたものを見たらですね、いろんな色が瞬時に変わったって、赤だったり紫だったり黄色だったり、その色がですね、もう瞬時に変わった、そういう見え方を至近距離ではしたらしいですね。だからどこで被爆したかで、あの原爆の炸裂した時の光の見え方っていう感じ方っていうのは、これ違ってたように思います。私の4キロ地点では真っ白く輝いた光です。本当にあの、写真のフラッシュのような感じです。そしてこれは光だけではなかったんですね。原爆資料館にはちゃんと名前が付けてありますよ。熱線と書いてあります。つまり熱い光だった。僕は左を北の方に向けて立ってました。今まで経験したことのない異様な暑さを、暑さっていうか痛さっていうか、それを左に感じて
何が起こったかわからないのに私は防空壕に飛び込んでるんですよ。つまり何が起きたかわからないのに8歳の子供を無意識にですね防空壕に飛び込ませる、そういう暑さだったとしか言いようがないんですけれど、その直後爆風が来ます。爆風は私が入っていた防空壕の前を通り抜けてます。防空壕に入っていません。つまりですね、長崎の大きな道は南北に通ってますよね。南北に通って、この南北に通っている道に沿って崖があったとしたら、防空壕は当然こういう方向になりますね。つまり防空壕の入り口は西を向いてるわけですよ。なのでこの北の方から吹きつけてきた爆風というのは前を素通りするわけですね。今防空壕の向きがどっちだったかっていうのを皆さん聞かれたらですね、そんな些細なことはどうでもいいんじゃないって思われるかもしれませんが、違うんですよ。例えば平和公園、あの原爆公園の上に平和公園がありますね。今エスカレーターがついてますよ。あのエスカレーターの入り口のところの目の前は平和公園の崖です。平和公園はちょっとこう高台にありますから、あそこにも防空壕が当時たくさんあって、今3つか4つ残ってますけど、たくさん入ってた人の中で生き残った人が1人いるんですよね。1人いるんじゃなくて1人しかいないんです。なぜか防空壕が爆心地の方を向いてるからです。山里小学校にも今防空壕が2つ残ってます。山里小学校もたくさんの人が入ってた、当時18校あったそうです。同じように防空壕の入り口は爆心地の方を向いています。なので入り口がどっち向いてたかっていうのは、これ生死を分けているわけですね。さて、どのくらい暑かったかっていうのは、このくらいって、まあ、皆さんに想像していただくほかないんですが、これグラバー園の下にあったですね、当時あの軍隊の建物の中の一つで、これ物置だったらしいですね。板壁です。で、水に腐らないように防腐剤としてですね、ほぼ黒っぽい匂いのきついコールタールっていうのが壁一面に塗ってあったわけですね。で、この屋根の上にいた監視兵がここに立てかけてあったはしごを伝って下に降りてきて、ここに立ってたんですね。兵隊はここに立ってました。で、当時兵隊は銃剣といって、あの銃の先に取り付けて敵を刺すという、長さが55センチですか、そのベルトをですね、ズボンから外して、でおそらく板壁ですから、ここに釘があったと思うんですね。ここにこうだらんとこうぶら下げてるわけです。ここがちょっとまっすぐなってるから、ここが銃剣の場所でしょうね。これが革のベルトです。で、この兵隊が上着のボタンをこう外そうとした、その時熱線を正面から受けたわけです。で、どういうことが起こるかと、ここに立ってた兵隊は真正面から熱線を受けた。その熱線というのはこの兵隊の体によって遮られますから、兵隊が立ってた真後ろの板壁には熱い光は届かないですね。そのため塗ってあったコールタールがだいたい体の形に沿って残っているというのがこれです。そしてこの革のベルトですね、これが一番壁に近いですが、このベルトの真後ろにも熱線は届いていないですね。遮られています。で、もう一つはこのはしごの真後ろ、この3つのものは熱線を遮ったので、塗ってあったこのコールタールがほぼ元通り残ったと。で、何にも前に遮るものがなくて、直に熱線を受けた板壁はコールタールが剥がされたために白っぽくなっているわけですね。これがおよそ4キロ地点です。4キロ離れたところに塗ってある、ね、建物に塗ってあるものを瞬時に剥がすという熱線、これが柔らかい皮膚に当たれば火傷ぐらいはこれは当然しますよね。
で私も左この北の方を向いてた方だけ当時やけどをいたしました。で爆風には飛ばされませんでした。さてその数日後ですが、私と女学生の姉と二人の子供を田舎の親戚に預けるということで、家族4人でですね、今の村場園の近くを夕方出発をして、そしてこの今の爆心地を通ってですね、ここを通ってここに人が見えています。ここは県道なんですね。今は206号線という国道になってますけども、ここを通ったわけですね。この画面の奥の方が南の方になります。したがって北に向かって歩いているということですね。で、これは8月の10日に撮られた写真なので、まだ遺体がそのまま生々しく焦げたまんまですね。でここは家があったところです。で普通の爆弾だったら建物は倒壊しますよね。でも原爆の場合は粉砕されてるって、その違いがあるんですね。小さく砕けてる。普通の爆弾だったら大体家の形が残るとかですね、そういうことになるんですが、本当に粉々に砕けているという特徴があります。こういう被爆の電車も見えます。でこの画面の左側が原爆公園の方になります。さて最後の資料に移りますが、実はアメリカ軍が写真を2度撮ってます、上空から。で1回目が8月7日です。この8月7日っていうのは非常に大事ですね。なぜなら2日後が原爆投下でしょ。その2日前ですから、原爆が投下されていない時に撮ってると。そして投下した後にと比較ができるじゃないですか。事前に撮ってるわけだから。つまり威力を測定するということはそこでできるんですね。これがその図です。飛行機の上から撮ってるわけですから、びっしり立っていた建物のどこが映るかと。屋根ですよね。屋根には瓦がありますよ。瓦はほとんど黒っぽいです。したがって画面がだいたい黒っぽいんですね。で、ここから私は3つのことを、皆さんにお話したいと思います。第1番目は、建物がびっしりであるということをね、しっかり見てほしいんですね。ここは城山っていう場所ですけどね。建物がびっしり建ってたと。これが第1点です。2つ目です。ここが現在の原爆公園です。今の原爆公園がここですね。この場所から西の方に500メートル、これ500メートルです。これ城山小学校というのがあります。当時は城山国民学校ですね。この500メートル地点の写真をあえて出さないで、私は皆さんにイメージしてほしい数字を言います。この城山小学校というのは九州でも指折りの大きな学校で、6年生、つまり卒業生がですね、毎年250人以上いたという学校です。原爆の後、何人卒業しただろうと。もちろんここで卒業式なんかできませんので、隣の学校の教室を借りてやっている。男の子はね、これだけですよ。5人です、卒業したの。女の子が9人です。合わせて14人しか卒業できなかったと。普通だったら250人以上卒業する学校ですよ。この6年生の数字で、あ、500メートル地帯っていうのはそういうことかと、イメージができるかと思います。さて3つ目ですね。これですね、これ子供たちにこれ何だと思ってたら、あ、川だとこう言いますね。そうそう、私は山川だけど、これは浦上川っていう川です。で小学校の子供に話す場合はね、はい、指を置いてね、今からこの川をなぞるよということで一緒にこうやるんですね。
はい、ここでちょっとカーブしてるよ、ここでも曲がってるよ、はい、ここもだよ、ここもだよ。なぜそうさせるか。被爆後の写真に今こうなぞったような川が映ってたら同じ場所ですよね。だからこの浦上側にしっかりとですね、視線をこう向けとる。そして被爆後の写真をこう出す。子供によってはですね、あ、白くなったっていう子がいますよね。そうです、さっきは言ったように飛行機の上から下を撮ったら屋根が見えてるわけですから全体的に黒っぽかったんですね。今度は白いですよね。見えなくなったものが2つあると。2つ、1つ何、こう子供に言ってばもう即座に家がないとこう言いますね。建物がない、見事にないですね。一つもないですよ。もう一つ何、皆さん出ないですよ子供たちから。それでヒント、ね、8月7日の写真で一番最初に何言った、建物がびっしり建ってたって言ったでしょ。そこです。あれだけ建物がたくさんあったということはたくさん人がいたわけじゃない。その人たちが見えないんじゃないの。建物はすぐ気がつくんです。でも人に考えがなかなか及ばない。これ不思議ですけど事実そうなんですね。ここまでが2です。ここから3に移ります。私の願いは何かと、それは二度と被爆者を作らないということです。二度と被爆者を作らない。よくあの算数でイクオールが出ますよね、記号が。これは左と右が全く同じの時に使いますよね。二度と被爆者を作らないイクオール何か、核兵器ゼロです。これイクオールです。今今年の6月に長崎大学が毎年世界に向けて発表する地球上の核弾頭数があります。大きなポスターがありますけどね、13,130と推計をしました。13,130、およそ13,000発、あと一発になったとイメージをするんです。あと一発になった。二度と被爆者を作らないイクオール核兵器1イクオールは成り立ちますかって。一発あれば今の原爆だったら何十万と殺せますね。そしてまた被爆者が生まれるわけじゃないですか。一発あればイクオールは成り立ちません。イクオールが成り立つのはたった一つだけ、核兵器ゼロの時だけですよ、イクオールが成り立つのは。そうすると二度と被爆者は生まれません。1と0って1しか違わないけれど事態はまるで違うんですよ。たった1で。だから1って大事なんですよね。4番、そういうことは可能だろうか。僕は可能だと確信をしています。去年まではその証拠として2つ挙げてました。今年はプラス1で3つ挙げます。第1番目、地球上の国はおよそ200の国はほとんどが武装国家です。軍隊持ってます。ところが外務省のあのホームページで見るとですね、およそ25、6カ国の国は独自の軍隊を持ちません。一番有名なのはコスタリカですね。もちろんアジア、それから中東、ここは全部武装国家です。
軍隊のない国はありません。じゃあどこが多いかと、中南米、それとオセアニア、大洋州ですね。それからヨーロッパ、ヨーロッパにもなんと6カ国ね、軍隊のない国がありますよ。アイスランドっていう国がありますね。あそこもそうです。国連加盟国の1割以上が軍隊を持たない国なんです。この流れっていうのは非常に大事だと思います。2つ目、スイスとスウェーデン、ここは軍隊持ってます。ところが205年か206年にわたってその軍隊を使ったことがない、つまり戦争をしていない。皆さん2世紀にわたってですよ。この間世界中が戦争に2度巻き込まれたじゃないですか。第一次世界大戦、第二次世界大戦、この2つに両国は参戦をしていません。つまり戦争は運命でもないし絶対やるというものでもないっていう証拠ですね。こんなふうにもし日本のあの第9条のですね、日本は政府に対して戦争をさせないっていう、私たち国民が国に戦争をさせないっていう憲法、これも世界で一つしかないですよね。常備軍を持たないということではコスタリカもそうなんですよ。日本のもそうなんですね。だからそういう戦争をさせないっていう仕組みを作ればですね、これ可能なんですね。3つ目、もちろん1月22日に発効した核兵器禁止条約ですね。初めて被爆者が被爆後から何十年にわたって言い続けてきた核兵器は人類と共存できないっていうことをね、核兵器は違法であるということを初めて国際的な規範として条約という形で成立をさせた。これ非常に人類史にとって画期的なことですよね。ただ2017年のあの七夕の日に7月7日に成立をしました。今まだ満3歳ですよ。育てなければいけないですよね。誰が育てるかと、私たちじゃないですか。若い皆さんたちじゃないですか。条約は育てないといけないですね。で、うんと使わなきゃいけないと思います。僕この3つを考えた場合ね、軍隊のない国がだんだん増えているというこの状況と、2世紀にわたって戦争をしないで済んだ、その平和の秘密を暴けばいい、そして核兵器禁止条約を育てる、この3つを考えれば将来希望は持てるということを最後にお話して、おじいちゃんの長々しい話は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。なかなかそう簡単に聞ける話ではないなと、私も本当に時間を忘れるぐらいに、お聞かせをしていただきました。いろいろ質問聞きたいことは終わりかというふうに思いますが、これは最後の時間にしたいと思います。では今から、10分程度休憩にしたいと思います。3時20分から、次の西岡さんのお話を聞きたいと思います。はい、ではそれまで休憩ください。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました漫画家の西岡由香と申します。ちょっと失礼してマスクを外させていただきました。長崎市生まれの長崎育ち、今も長崎に住んで原爆の漫画を描いています。ちょっと失礼して座らせていただきます。
今はあのコロナ禍で、なかなか県外に行ってお話ししたりっていうことができないので、オンライン講演っていう形で、講演をしたり、ネットを使ってオンラインツアー、なんかをやっています。でこのイラストは、時を超えてリモートしようという、一枚なんですけれども、今オンラインで、世界各国の方たちともリモートで、ネットでつながることができます。でもこうやって原爆や、記憶、戦争の記憶をお話しするときには、距離を超えた、横のつながりだけではなくて、時間軸を超えた縦のつながり、かつて生きた人たちの声を伝えたり、その声を受け取って未来へつなげていくという縦のリモートもあると思うんですね。ですから今日は漫画を通して、時空を超えた、縦と横とのリモートをするような時間にしていけたらなというふうに思っています。で私は、こういう原爆をテーマにした漫画を今まで6冊ほど出版をさせていただきました。で祖父は被爆者なんですけれども、自分の体験を語らないまま亡くなったので、直接被爆体験を聞くということはありませんでした。でなぜ原爆の漫画を描こうと思ったか、そのきっかけは1999年に NGO の船のピースボートに乗ったからでした。ピースボートって聞かれたこともあるかと思います。2017年にノーベル平和賞を受賞した ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンという NGO があるんですけれども、その構成団体の一つでもあります。実は1984年に教科書問題というのがありました。日本のかつてのアジアに対する軍事行動を侵略と表記するか進出と表記するかで物議を醸した時に、当時早稲田大学の学生だった辻元清美さんたちが、じゃあ実際にアジアに行って自分たちで船を出してそこに行って現地の人たちに聞いてこようじゃないかということをきっかけに船を出して、で今では地球一周を年に数回やっている、ちょっと今コロナでお休みしてるんですけれども、地球一周するのに3ヶ月かかるんですね。皆さんの町にも地球一周3ヶ月の船旅って書いたポスターが貼ってあるのを見たことも見たことがあるかもしれません。で大体17カ国ぐらい回るんですけども、いろんな国を回ります。南米やアフリカ、太平洋の国々、ついこの間まで戦争をやってたっていう国も回ったりします。私が驚いたのは、どこに行ってもその国の人たちが広島と長崎のこと、原爆のことを知っているっていうことでした。例えば南アフリカ、アフリカの最南端の国です。ここはアパルトヘイトといって、人種隔離政策、黒人に対する人種差別がずっとあってたところなんですけど、このアパルトヘイトを繰り返さないという意味で記念館がありました。その記念館に行った時に館長の女性に、長崎から来ましたと言ったら、あの長崎からですかってとってもびっくりして、じゃあ長崎の人たちにプレゼントって売店に売ってたアパルトヘイト関係の本をどっさりプレゼントしてくださったんです。でその時に、あ、長崎に住んでいるってすごいことなのかもしれないと思いました。で私が小さい頃から漫画を描いていたので、じゃあ長崎から漫画で発信できたらなって思ったんです。でピースボートの中では、大体700人くらい乗っている大きな船なんですけど、寄港地にはだいたい1日か2日ぐらいしかいません。で3ヶ月の中で圧倒的に海の上、船の中で過ごす時間が多いです。じゃあ船内で何をしているかといったら、
毎日文化祭状態なんですね。毎朝仙台新聞っていう A3 1枚の表裏の新聞が配られるんですけれども、片面半分はまるでテレビ欄のように、どこの部屋で今日何々の講座が合っているっていうのがベラッと、それこそ1日100ぐらいの講座があります。船側が、お呼びした、水先案内人と呼ばれる人たちの講座、これは例えばジャーナリストとか、落語家さんもいましたし、音楽家や、スポーツ選手、そういった方たちの90分講座、大学の後期みたいな、そういうものがまずあります。それから語学教室、健康教室なんてのもあります。何もしなくて、1日、図書室で本を読んでたりプールで泳いでたりしても構いません。それから、自主企画といって、乗っている乗船者の人たちが自分たちの特技を生かした企画を船側に、提案をして、部屋を借りて、もちろん無料です。そして、自分たちの自主企画をやるというのもたくさんありました。健康教室や音楽、歌、囲碁教室や、それから、みんなで演劇を作ろうっていうのとか、それこそも数えきれないぐらいの、趣味の教室みたいなのもありました。例えばそこで練習した歌を飛行地でミニコンサートみたいなことをやったり、サッカーを練習して飛行地の子どもたち、それこそなんか地雷で怪我をして、しょげている子どもたちと一緒にサッカー教室をやったり、なんか盆踊りで力づけたり、で力持ちの人は、支援物資で持ってきた船に乗せていた自転車を運んで、支援物資として、プレゼントしたりということもやってました。自分のできること、自分の好きなことが平和を作るツールになるんだなって思ったんです。なので私が小さい頃から書いていた漫画で、平和を発信したいというふうに思いました。で、1999年に3ヶ月の船旅を終えて帰ってきた時が、私の新しい、平和を発信するという船旅の始まりでした。けれども、もちろん私は被爆体験も戦争体験もありません。体験がないのに書いていいんだろうか、ということを随分悩みました。その時に、今お話ししてくださった山川先生が、私にかけてくださった言葉、これが僕たちが経験したことの、体験したことの1万分の1でいいから書いてほしい、でなければゼロになってしまうという言葉でした。ゼロになるというのは、被爆体験や戦争体験の記憶、未来に伝わる記憶がゼロになってしまうという意味でした。1万分の1でいいからという言葉に背中を押されて、これが2になり3になるように、自分でも勉強していきたいというような思いを込めて、漫画を描かせていただいています。で、2014年からは、紙芝居にも取り組んでいます。これは長崎の被爆者の方たちだけで構成する紙芝居会というのがあって、その被爆者の方もご自身の体験などをいろんな紙芝居にしてるんですけれども、その中の一つとして、そのご依頼を受けた方、被爆者の方とお会いしてお話を聞いて、絵コンテを書いて、そして紙芝居として描いていくというようなことを、ずっと続けています。今まで6人の方を書かせていただきました。で、今から、15分ほど、紙芝居を、私の方で書かせていただいた紙芝居を皆さんに、ご紹介したいと思います。原爆を見た17歳の夏というタイトル、これは尾崎東明さんとおっしゃる、カトリックの修道士だった方のお話です。今年の4月に、亡くなられたんですけれども、本当に亡くなられる直前まで、オンラインや SNS で、
ご自身の体験を発信しておられました。9日の日、明日、長崎市長が読み上げる平和宣言文の中にも尾崎さんの手記が一部引用されているそうです。この尾崎さんの思いを込めて今から約15分間紙芝居を朗読させていただきます。私は1928年昭和3年朝鮮半島の羅針という港町で生まれました。キリスト教の信徒だった両親はお肉屋さんを営んでいました。私が小学校1年生の時、父が病気で亡くなり、続いて私も病気になったため、母は私を連れて故郷の長崎へ戻りました。1941年、昭和16年のことでした。母の手厚い看病のおかげで、やっと病気が治ったとき、母は私を聖母の騎士修道院に連れて行きました。そこでは、キリスト教を学ぶ神学生たちが美しい声でお祈りを捧げていました。それを見た私は、私もあんな神学生になりたいと思いました。1945年8月9日、私は母と一緒に朝食をとりました。お米が不足していたので、食べていたのは大豆かすやわずかの玄米でした。私は母ちゃん行くよと下駄を履いて家を出ようとしました。母は私の声が聞こえなかったのか振り向いてくれませんでした。もう一度母ちゃん行ってくるよと言うと、母は私を見てにっこり笑ってくれたのです。それが母との別れになるとは思ってもみませんでした。私は当時、三菱兵器製作所の住吉トンネルで働いていました。アメリカの爆撃機がやってきて、空から爆弾を落とす空襲を避けるため、山にトンネルを掘ってその中で仕事をしていたのです。トンネルは高さが2メートル50センチぐらい、横も4メートルちょっとで、とても狭いところでした。私は機械を使って航空機魚雷という爆弾の部品を作っていました。11時2分、突然耳をつんざくような大きな音がして、爆風が入り口からふわっと大きく吹いてきたかと思うと、私は横倒しにされてしまいました。しばらくすると一人の女学生が私のそばにやってきて泣き出しました。石油ランプを近づけると髪の毛がじりじり燃えているのです。彼女は言いました。お昼近くになったので、当番で工場のお弁当を取りにトンネルの外に出ていたの。するとピカリとして気がついてみるとこんなになって、そして30分ほどするとトンネル内が大騒ぎになりました。怪我をした人たちが大勢入ってきたのです。トンネルから外に出て最初に見たものは、燃えている2階建ての家でした。家という家が燃えている、なぜ火を消さないんだ。それは火を消す人がいなかったからでした。私たちは火の手のため道路を進めなくなり、小高い丘へ登りました。山は焼け、木々は折れ、家は燃えて、人影は全くない。火の煙の海になった浦上一帯が見えました。足元がガクガク
寒気がしました。私は仲間と相談して三菱兵器製作所の本工場へ行きました。工場は完全に壊されていました。原爆直後の浦上を歩いて一番不思議に思ったのは人が全然いないことでした。立っている人間がいないのです。その時、おい来てくれと男性の声がしました。 2,3 人の男性が女学生を助けています。女学生は工場の大きな材木に足を挟まれていました。顔は真っ青です。大丈夫だ、しっかりするんだぞ。みんなで慰め励まし、なんとか彼女を引きずり出して担架に乗せて鉄道の線路を目指しました。私は線路を越えて森に入りました。森の中は怪我をした人でいっぱいでした。血まみれになって泣く者、ぐったりしている者、わめく者、やけどで苦しむ者、それは目を覆うばかりの光景でした。あまりのひどさに私はその場を離れて森を降りました。午後3時頃でした。私は浦上川にかかっている元大橋に近づいていきました。その先に私の家があるのです。橋は折れて川に落ちています。仕方なく川を渡ろうと石段を降りると、そこにはたくさんの負傷者がいました。原爆の熱で体がほてり、喉が渇きます。水を求めて川に入り、水を飲んだ者は皆死んでしまいました。早足で通り過ぎようと下駄を脱いだその時でした。お願いです、助けてください。小学5、6年生ぐらいの少年が呼びかけてきました。足をやられて歩けません、助けてください。痛くて歩けない、お願いです、僕を助けてください。このままここにいたら死んでしまいます。でも病院はありません、医者もいません。助けようと思ってもどうしようもないのです。浦上も稲佐も長崎は全体が全滅なんです。助けようと望んでも助けられないのが原爆の恐ろしさです。浦上川を渡って道に上がり、倒れた家を乗り越えていきました。崩れた家のそばに小学1、2年の女の子が泣いていました。助けて、お母さんが家の下敷きになりました。かがんでみると家の下から髪の毛が見えました。しかし一人では崩れた家の大きな材木をどうして取り除くことができるでしょうか。私はそのままそこを去っていきました。人を助けることのできない悲しみ、それが原爆の日の体験でした。自宅近くまで来た時、呆然と立ちすくみました。朝、母に行ってくるよと言った我が家は燃えて崩れていました。母を見つけることはできませんでした。焼けて灰になった家を魂が抜けたように見つめていました。私は歩くのが精一杯でした。大橋から線路を伝って住吉のトンネル工場へ戻りました。トンネルの中は混乱して入れません。山でその夜を迎えました。赤い夕日が稲佐の山に傾いていく、その夜は長崎全体が炎と煙に包まれ、ものすごく異様な空でした。私は疲れたのか浅い眠りに落ちていきました。8月10日、
下大橋のすぐそば城山寄りのところで私は立って死んでいる黒焦げの人を見ました。原爆のエネルギーがあまりにも強烈なために人間が立ったまま炭になってしまったのです。原爆を呪っているかのようでした。当時70年間は草木は生えないと噂されました。傷のない人でも髪の毛が抜け皮膚に斑点が現れ下痢、発熱、食欲不振、虚脱感などの症状で幼い子供から次々に死んでいきました。これが放射能の恐ろしさです。私は一人で隣の親戚の山口さんの家族10人の死体を丘の上で焼きました。お骨をバケツに入れ生き残った山口県のお父さんと一緒にお墓に納めました。私は毎朝浦上天主堂のミサに通っていましたが、あの巨大な赤レンガの天主堂は一瞬のうちに崩れてしまいました。浦上の信徒約1万2000人のうち約8500人が爆死したと言われています。当時浦上天主堂は長崎市の食料を保管する倉庫の一つとして使われていました。中にあった缶詰などが何日間も燃え続けました。戦後私はかつて母と訪れた聖母の騎士修道院の門を叩きました。修道士になりたいと告げると神父たちは温かく迎え入れてくれました。聖母の騎士修道院はポーランド人のコルベ神父が作った修道院です。1930年昭和5年長崎に来たコルベ神父たちは大変な苦労をしながらキリスト教を広めました。コルベ神父は長崎に6年間滞在した後ポーランドへ帰国します。しかし第二次世界大戦の最中敵だったナチスドイツに捕らえられてアウシュビッツ強制収容所へ入れられてしまいました。ある日収容所から一人が脱走しました。怒った監視兵は罰として他の数名に餓死刑を言い渡しました。家族を思って嘆き悲しむ男性を見たコルベ神父は彼の代わりに私を餓死室に入れてくださいと身代わりを申し出て自ら命を差し出したのです。1941年47歳での殉教でした。私の尾崎東明という名前は本名でなく修道士になった時日本26世人の一人トマス・コザキの名前から付けてもらった名前です。コルベ神父が示した無償の愛は殉教者の聖トマス・コザキと被爆者の私を結ぶ絆のような気がしています。2000年平成12年8月9日母の50回忌の命日に私は語り部として活動を始めました。原爆とはどんな爆弾だったのか、私の身に起こった現実と今なお原爆で苦しんでいる人がいること、二度と戦争はあってはならないこと、あれほど恐ろしい核爆弾なのにまだ人類は核を廃絶できていないことをお話し、最後にこう語りかけます。コルベ神父のように愛の深い人になってください。周りの一人一人を大切にすること、人の痛みを分かる心を持つこと、これが平和の原点です。
の紙芝居は以上です。私はいろんなところで、こういう紙芝居をさせていただいています。この間長崎大学で、学生を前に話をさせていただいたんですけれども、レポートの中で、一番学生たちが書いてきたのは、人を助けたくても助けられない、という言葉が、一番心に刺さりましたということでした。原爆でご自身が、怪我をしたり、熱線や爆風、放射能の影響を受けたという話は、たくさん聞いてきたけれども、助けたくても助けられなかった、そういう心の傷の話は初めて聞いた、一番、胸に残りましたというふうに、書いてきた学生が多かったです。原爆の恐ろしさは、熱線や爆風、放射能といった破壊、物理的な破壊だけではなくて、心につけた傷、心の傷、体の傷は治っても、その傷というのは、いつまでも残り続けるし、生き残っても、あるいは家族が、亡くなったり、友人が亡くなったりして、数字には出ない、本当に何十万人という人に心の傷をつけたんだということを私も改めて、感じました。ですから、何十万人が亡くなったというその数、ではなくて、一人一人に、さまざまなその人たちなりの物語があるということを、一つ心に刻んでいただけたらなというふうに思います。そして、私が講演のために話をさせていただいているのは、今日の聞き手は明日の語り手ということです。私が被爆者の方から聞いた話をこうやってお話しさせていただいているように、こうやって聞いた話をそれぞれ聞いた皆さんが SNS で発信したり、ご家族や友人と話したり、その方が語り手になっていただくこと、そういうことを一人一人がやることで、原爆は、そこで止まることなく、ゼロに止まることなく、1になり、2になり、10になり、100になっていく、記憶が未来に伝わっていくものだと思っています。でここからは、その被爆者の方に聞いた中で、こういう3つのことを伝えたいんだよと言われたことを、漫画にしてお話していきたいと思います。それは8月9日より前のこと、そして当日のこと、後のこと、この3つです。8月9日のことを被爆体験というのだとしたら、その前、それから後のこと、トータルでその被爆者の方がどういう人生を送ってきたのか、被爆者体験として伝えることで、今のその私たちとは全く違う人たちが全然違う体験をしたのだということではなくて、私たちと変わらない普通の人たちが被爆して、そしてずっと苦しんで生き抜いてきたんだという共感につながると思うからです。これは爆心地公園にある、原爆落下中心碑、ですけれども、原子爆弾、落下中心碑というふうにプレートがありますけれども、被爆者の方は、落下というと、自然現象のように、落ちてくるような印象を受けますけれども、原爆は雷のようにある日突然落ちてくるものではなくて、人を殺傷する目的で作られて投下されるものです。ですから私たちはあえて原爆落下ではなくて、原爆投下中心碑というふうに説明をするようにしています。山川先生がいつも言われる言葉が、この三日石の、原爆落下中心碑、これを地面から伸びた
人差し指だと思ってみてごらんっていうふうに山川先生からお聞きしました。この中心碑の上空約500メートルのところで原爆が炸裂したわけですけれども、この中心碑のてっぺんで視線を止めるのではなくて、原爆が落とされたその空まで視線を向けること、それは8月9日で視線を止めるのではなくて、その前、戦争にまで視線を向けることにつながると思うんですね。原爆は人々の日常の上に落とされましたと言いますけれども、その日常というのは今現在私たちが生きているような日常ではありません。じゃあどういう社会だったか、ということをいくつかの漫画のスライドでお話ししたいと思います。私も漫画の師匠が、何人かいるんですけれども、その師匠のお一人で、友江佐藤先生という漫画家の先生がいらっしゃいます。リボンという雑誌にずっと書いてらっしゃった先生で、これはこの先生ご自身が体験を書かれた石の戦場という漫画から持ってきた1ページです。この友江先生は大分県の中津のご出身です。そして学徒動員でみんなで行かされた先が隣の宇佐市でした。宇佐市には海軍航空隊があって、滑走路が田んぼの中に滑走路を作り、ここから神風特攻隊なんかが出発をしていったところです。滑走路があるので米軍の飛行機が飛んできて日本の爆撃機を飛ばせないようにするために滑走路に爆弾を落とします。そうするとその滑走路がこの右の上にあるように爆弾によって大きな穴がボコボコ開いてしまうんです。この学徒動員された友江先生たちがやってた仕事というのは、車で5分くらいのところに川がありました。ヤッカン川っていう、私も行ってみたんですけどそんなに広い川じゃない、小川がちょっと広くなったような川でしたけれども、ここに一列にバケツリレーのように並んで川から石を拾うんですね。そして石をずっと渡していって一番上にトロッコがあります。ここのトロッコに積み込む。でトロッコがこの穴ぼこのところにやってきて、石で川から拾った石で穴を埋める。でやっと埋めたかと思ったらまた米軍の爆撃がやってきて爆弾を落として穴ぼこだらけになるのでまた石を運ぶ。自分の戦場は石の戦場だったということを言っていました。これが戦時中の学生の日常、一学生の日常でした。この友江先生当時国民学校、今で言ったら中学生です。将来何になりたいかと先生から言われて、画家になりたいですと言ったらたるんでいると言われて罰として運動場を走らされたそうです。軍人になりたいと言った学生は褒められた。当時は軍人という選択肢が一つしかなかった。そして戦争の役に立たないからというので学校の授業から図工の時間、音楽の時間がなくなったそうです。代わりに体育で歩幅前進、運動場に寝た状態で、張っていくような、そういう歩幅前進の練習や、手榴弾に見立てたボールを投げるっていう、そういう練習だったり、他のところでは、電気工事の練習だったり、手旗信号の練習をさせられていたところもあったそうです。山川先生がさっきお話してたように、女性は、パーマやアクセサリーも禁止されて、男性は髪を伸ばす長髪禁止、あるいは手話も禁止されていたところもあったそうです。何を喋っているかわからない、スパイかもしれないというので手話も禁止される。よく山川先生が戦争の最初の犠牲者は真実だと言われます。実は負けているのに
その負けていることが知らされない。報道といえば勝った勝ったばっかり。まず真実が犠牲になる。私は次の犠牲者は文化だと思います。こうやって学校の授業から音楽や図工がなくなってしまう。そして3番目の犠牲者は教育だと思います。どういうことかというと、これはその長崎の被爆者の森口さんという方から聞いた話なんですけれども、この当時森口さんは国民学校の1年生7歳でした。長崎港の向かい側に稲佐山っていうあの高い山があって、その麓にもう広い三菱造船所があります。で、長崎港の外側の方、あの浦上とは反対側の方に行くと三菱造船所もずっと続いていくんですけど、悪の浦という場所があって、そこには国民学校、悪の浦国民学校がありました。まあ、大きい学校で1100人ぐらいの子どもたちが通っていたそうです。で、当時どこの学校にも天皇の写真を入れた奉安殿っていう、こういうちっちゃい社があって、子どもたちは登下校時にそこに祭敬礼を90度曲げて礼をしなければならなかった。礼の仕方が悪いとこうやって先生から叩かれたそうです。そんな中、長崎にも空襲がありました。で、本格的な空襲は7月末からだったんですけれども、原爆の前も長崎は何度か空襲を受けています。そういう空襲に備えて防空壕を各学校やいろんなところで掘っていました。4月26日の空襲の時、その米軍機が近くに三菱造船所があったので、学校の上空もその飛んできて、先生たちは敵機来襲、防空壕へ入れというので子どもたちを防空壕に誘導しました。その時に一番最初に入ったのは天皇の写真を抱えた校長先生、続いて6年生、5年生、4年生、3年生まで入るともう防空壕はいっぱいになってしまいました。森口さんたち1、2年生はまだ入れないまま外に待機している。その時先生は何と言ったか、1、2年生は家に帰りなさいと言って、まだ米軍機が空を飛んでいるのに1、2年生を外に放り出したそうです。森口さんは怖くて泣きながら30分走って家に帰ったそうです。その時の恐怖は今でも忘れませんと言っていました。今だったら考えられないですよね。まずちっちゃい子を入れて、それから大きい子ということになると思うんですけれども、そうしなかった。なぜそんなことをしたんですかと聞いたら、森口さんは、ちっちゃい子は戦争の役に立たないからだよと言われました。大きい子はすぐ学徒動員で工場で働いたり農作業をして戦争の役に立つとみなされるので、そういうふうにみなした大人たちによって守られるけれども、みなされなかった小さい子どもは外に放り出される。戦争になるとそうやって命の重さに順番がつけられるという、そういう日常でした。で、隣の三菱造船所では何があっていたか、同じようにその学徒動員された、被爆者の西山進さんっていう方、今94歳で福岡にいらっしゃるんですけども、この西山さんから聞いたお話では、三菱造船所でも、空襲があって、もうたくさん建物があるんですけど、もう目の前に、瓦礫になった建物がある、あそこで誰か死んだらしいという噂は来るけれども、本当のことは全くそこに働いている工員でさえも知らされない。そして工場が停止する、もうあの空襲があって危ないから、工場を一時、操業停止しますということもなく働かされる。
何を作っていたのか。その時作っていたのは、一つは特攻艇です。敵の軍艦に爆弾を乗せて突っ込むボートですね。ただもう戦時中、戦争末期で作るための鉄がないので、ベニヤ板で作っていたそうです。もう一つは漫画のような話ですけれども、毒や空気臭といって、もう矢ですね、木の矢の先に毒を塗って、米兵が上陸してきたらそれを撃って毒矢を命中させるっていう、もう鉄砲の弾が弾にする鉄がないので、そういうものを作っていた。もうこの戦争はダメだっていうことをみんな心の中で思っていたけれども、口に出せなかったという、そういう毎日だったそうです。で、今学徒動員と言いましたけれども、大学で話をしたら、学徒動員って何ですかって聞かれました。で、今日は時間がないので、そのあまり詳しいお話はできないんですけれども、長崎で被爆された林京子さんっていう小説家の方、祭りの場やギアマンビートロとかもたくさんの小説を出してらっしゃる、その林京子さんがご自身の学徒動員のことを書かれた小説で、安らかに今は眠りたまえという小説があります。その小説の中に詳しく学徒動員とはどういうものだったかというのを書いてあります。かいつまんでちょっと紹介させていただくと、1945年3月18日決戦教育措置要項を政府は閣議で決定している。国民学校初等科を除き、学校における授業は昭和20年4月1日より昭和21年3月31日に至る間、原則としてこれを停止すると決定をして、子どもたちが農作業や工場に動員されていったわけですね。で、女性たちもそうでした。私がこの小説を読みながらハッとしたことがありました。で、引率をするその先生が残した工場日誌というものがあるんです。今その先生のご遺族が原爆資料館に寄贈して、今資料館にあるそうですけれども、その自己欄に腹痛と頭痛が圧倒的に増えていて、欠席をする生徒が増えているって書いてあるんです。頭痛は例えば熱中症だったりとか、空気の悪いところで男性と同じような重労働をさせられて、耳鳴りがしたりとか、ストレスとか、実際に熱を出したり怪我をしたりということ もたくさんあったそうです。そういった、事故や頭痛、そして腹痛、この腹痛が何か、こういうふうに書いてありました。腹痛が多いのは生徒たちが肉体の変調期にあったためである。14、15、16歳の少女たち、工場で初潮を迎えた少女たちが幾人かいた。友人たちは衛生用具を闇で売る店の情報交換をしていた。こういうことが書いてあって、本当にハッとする思いでした。8月9日、助かった被爆者の中で、学校に、その工場学徒動員に行きたくなくて、ぐずぐずしていたという話を私も何人かから聞いたことがあります。そのぐずぐずしていた原因という中に、もしかしたら女性特有のこういう原因があったかもしれないということを考えながら、この小説を読みました。で、そんな中で迎える8月9日、1945年8月9日、これはあえて括弧にしています。実はある被爆者の方に、8月9日って何曜日だったんですかって聞いたことがあるんですね。で、その方はきょとんとして、曜日なんてなかったもんって言われました。実際は木曜日だったそうです。でも学徒動員で曜日もなく休みもなく働かされていた。戦争は曜日感覚も奪うということを、私はその
実感をしました。そして午前11時2分に炸裂したわけですけれども、さっき山川先生がおっしゃったように投下時刻と炸裂時刻は違います。原爆は B29 爆撃機から高度9600メートルのところから投下されて、地上約500メートルのところで炸裂をしました。で、9600メートルから500メートルまで落ちてくるのに何秒かかるか、立命館平和ミュージアムの国際平和ミュージアム名誉館長の安西九郎先生によれば、の計算によれば 43.1 秒かかるそうです。ということは炸裂したのは11時2分の 43.1 秒前ということです。ただ11時2分の何秒だったか、何秒に炸裂したかがまだ分かっていないので、はっきりしていないというのが現状なんですけれども、投下時刻と炸裂時刻は違うということ、その43秒を境に生死が分かれたということを一つこれから紹介したいと思います。で、炸裂した爆心直下で生き残った人はほとんどいません。で、その場にいなくて離れたところで見ていた人が見た光景というのがこれです。これは今の長崎駅の正面に NHK があるんですけど、その NHK の上の方、西坂というところで被爆をした森田博道さんという方から聞いた話を絵にしたものです。真正面がその長崎駅なんですけれども、太陽が真っ赤に見えて、そして右側の岩屋さんの方にキノコ雲が見えた。そして今でもあるんですけど、ガスタンクがあるんですね。その当時もありました。その塩水系のガスタンクが爆発して 2〜30メートルぐらい空中に吹き飛ぶのが見えたそうです。で、その原爆炸裂の直前、それこそ11時1分ぐらいの時に3人の男の子が森田さんのお家に配給の知らせに来たそうです。何月何日に配給の知らせがあるよと言って終わって、報告を終えて元来た道を走っていった。爆心地は彼らの後ろ左側の方です。で、上はこの絵に描いてある上の方は畑なんですけれども、畑の後ろ左上の方が爆心地ですね。一番先頭の男の子は全体が階段のところに出ています。で、真ん中の男の子は半分出ている。で、後ろの男の子は石垣側です。原爆炸裂直後、この3人がどうなったか、こういうふうになったそうです。先頭を走っていた男の子は熱線によって全身やけどで即死で、半分出ていた男の子は半身やけど、石垣に隠れていた男の子は無傷、この一瞬が生死を分けたそうです。そして森田さんが今の長崎駅前で見た光景がこれだったそうです。亡くなった人たちを集めてダビに伏していた。で、私は森田さんから聞いた話を絵コンテにしていくんですけれども、こんなもんじゃないと何度も言われました。遺体はもっと損壊が激しかった、首がなかったり手足がちぎれていたり、こんなもんじゃないと言われる中で一枚だけこうだったよって言われた絵がありました。それがこれです。森田さんの幼馴染の男の子はその日配給のために手ぬぐいの配給があるというので列に並んでいて、一番左側ですけれども線香を浴びて全身大やけどを負ってしまいました。で、ご両親はもう爆風でやけど腹になってしまったので日差しを遮るものがない、なのでトタン屋根を拾ってきて地面に4本棒を刺して、その上にトタン屋根をかぶせて日光を避けてこの男の子を下に寝かせたそうです。本当にこうだった、こういう状態でも
彼は一日生きとったとよっていう森田さんの目から涙が流れました。76年経っても森田さんの中で原爆は終わっていない。原爆は忘れることも終わることも許さない兵器だということを私はその涙を見て思いました。原爆はよく長崎市民当時の21万人のうち7万4千人が亡くなり、その年のうちに亡くなって7万5千人が負傷をしたと言われます。じゃああと 6万人ぐらいは大丈夫だったのか。決してそうではなくて、森田さんのように生き残っても心の傷を負い、戦後苦労して生き延びてきた人たち、死ぬも地獄だったけれども生きるも地獄だった人たちがたくさんいます。人生が変わってしまった、そういう人たち一人一人のストーリーがあり、私はそのストーリーを書きながら、気づいたことっていうのがいくつもありました。原爆資料館のに展示してあるような、写真を見ながら書くんですけど、原爆の後の風景を見ながら気がつくのが直線がないっていうことでした。さっき山川先生がおっしゃったように倒壊ではなくて粉砕されている、すべてが木っ端みじんになっているのでまっすぐな線がないんですね。定規を使わなくても描けてしまう。原爆ってこうなんだというふうに描きながらゾッとしました。もう一つ気づいたのは白と黒が逆な風景だということです。どういうことかというと、普通光がこっちから来ると影は後ろの方にできますよね。光が当たったところが白くて後ろが黒いです。ところが原爆の場合には熱線が当たったところが黒く焦げていて、当たらなかったところは白いまま残ります。参道神社の被爆鳥居なんかもそうです。だから被爆の後の風景というのは白と黒が逆転したありえない、もう盗作した世界なんですね。でこれはもう本当に描きながら背筋が凍るような思いがしました。心で想像して原爆に近づくということも大事だと思うんですけど、こうやって実際に描いてみたり触ってみたり、あるいは紙芝居を読んでみたりして体で近づく、肉体感覚で近づくということも、大事だと思うんです。それも一つの継承のあり方、だと思っています。原爆のあと8月9日のあと、これは、被爆をされた池田松義さんという方から聞いた、話を描いた一コマなんですけど、池田さんもご家族を亡くして親戚の方に引き取られて学校にも行けずに、こうやって親戚の子供たちの世話をしたり労働をしたりしながら苦労して社会に出られたそうです。一生分の苦労をしたとおっしゃっていました。原爆や戦争がなければちゃんと家族と暮らせて学校にも行けて人生を送れていたかもしれない人々が、こうやって原爆によって人生を傷物にされた、人生が変わってしまった、そういう人たちが辛い経験を私たちに語ってくださっています。もう二度と原爆を落とさせない、語るたびに具合が悪くなるという人たちも何人もいます。それでも再び被爆者を作らない、ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア被爆者という思いで語ってくださっている。私は生の証言と言いますけれども、本当に生々しい証言を聞いてきました。もう被爆者の方たちが語る言葉の一つ一つに火がついて燃えているような感じです。その火が自分の中にろうそくの火が燃え移るように燃え移ってくる。そうするともう理屈じゃなくて伝えなきゃっていう思いになっていきます。被爆者の言葉には人の人生を変える力があると思います。私は漫画で原爆を伝えたい、普通の漫画家ではなくて
長崎の漫画家になりたいというふうに思って、こうやって今でも漫画を描き続けています。これが最後のスライドです。そうやって火を受け取った人たち、高校生や全国の人たち、世界各地の人たちの声や行動、一つ一つに顔が描いてるんですけれども、そういう人たちの証言や行動が合わさって2017年7月7日に核兵器禁止条約が国連で採択され、今年の1月22日に発効をしました。核兵器が持ってはいけないものに変わりました。核兵器の開発や実験、製造、保有、異常、使用、威嚇、すべてを禁止した初の条約です。ただ今55カ国が批准しているとはいえ、日本政府はまだ批准をしていない。日本政府にこれから批准するように働きかけていくというのも私たちの大切な役割だと思います。そして一人一人の小さな行動がやがて核兵器ゼロ、核廃絶の扉を開くと私は信じています。小さくてもここに集まった皆さん一人一人、皆さんからバトンを受け取った人たち、皆さんが語り手となって、そのバトン、証言、言葉を受け取った人たち一人一人の思い、行動がやがて核廃絶の扉を開くというふうに、私は信じています。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。西岡さん、どうもありがとうございました。ではこの後、質疑、皆さんからのご意見ということで、会場から、発言をいただく時間にしたいと思います。何かまずご質問から受けたまわります。何かご質問をお持ちの方いらっしゃいますか。よろしいですか。ご感想、それから意見、そんなようなものも構いません。どなたかいらっしゃいませんか。平和について伝えるときに特にこう大事にされていることがどういうことかということがまず1点と、あとお話の中でですね、これからの平和について考えていく、核兵器禁止条約はこれからまた育てていくものだというお話もありましたけれど、これからの平和を私たちが作っていくものだと思うんですけれども、これからの子どもたちにどういうふうになってほしいかというようなことがもしあればお話しいただければと思います。2点よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。山川さん、どうぞご登壇いただいて、上でご一緒に。では今の2点について西岡さんからよろしいでしょうか。大事にしていることと、これからの子どもたちへのメッセージということでよかったですかね。はい、大事にしていることの一つは、やっぱり自分が当事者になってもらうことです。
というのは、学校なんかでお話をするときに、私は紙芝居を実際に読んでもらうようにしてるんですね。自分たちがその読み手になってもらうことで、より身近に感じてもらうということを大切にしています。あるいは前ある小学校でやってみたことだったんですけれども、よくもう皮膚とか洋服がボロボロになっていたということを聞くので、新聞紙をですね、広げた状態で真ん中に穴を開けてかぶってもらうんですね。で、子どもたちにじゃあその新聞紙をちょっとビリビリに破ってみてっていうことで、もうぐしゃぐしゃにしてもらいます。で、大体こうやって体育館であるので、その体育館で子どもたちにその新聞紙ビリビリにしてもらった状態で、まあ、もしかしたら自分のそれが皮膚とか洋服だったかもしれないって想像しながら、横になってみてって言って横たわってもらうんです。で、目を閉じてもらって、その上で原爆詩を朗読するんですね。まあ、朗読するのは私がするんですけど、で、この朗読をするので、みんなの頭の中でどういう惨状だったかっていうのを思い描いてみてっていうことをしてみました。そうすると、その60人ぐらいの学校だったんですけれども、その子どもたちがもう新聞紙をまとって横になっている状態を見た先生たちが泣き出しちゃってですね、先生たちもやっぱりそういう状態がすごく心に刺さったのではないかというふうに思っています。そうやってその先生たちに対してもそういうメッセージって伝わったのかなっていうふうに思いました。で、子どもたちに対して、この間西海市の学校で伝えたことなんですけれども、コロナ禍で子どもたちもすごく窮屈な思いをしています。学校が休校になってしまったりとかで、私がその時に最後に言わせてもらったのは、人は命を奪う時よりも命を守る時の方が強くつながれるんだと思うということを言いました。戦争のように命を奪う時よりも、みんな今のコロナの中で窮屈な思いをしながらも、例えば医療従事者の人たちを支えようとか、政府は別にしてですけど、民間の中でいろんな人たちが子ども食堂みたいなことをやったり、困っている人たちを助けよう、あるいはその自粛、外出を自粛しようとか、いろんなことをやってますよね。そういう一人一人のやっぱりちっちゃな努力が、みんなの、日常のその小さな平和みたいなのを作っていくんだよって、もう今はそのコロナ禍の真っ只中で本当に辛い毎日かもしれないけれども、もし何年か経って振り返った時に、自分の一生の中で時が本当に自分の転機だったって、宝物になったって思える日がきっと来る、そのための行動というのをぜひ自分もしていきたいし、周りにも呼びかけていこうということを話しています。すいません、拙い話でしたけれども、こんな感じでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。では山川さんがお伝えすること時に大事にしていること、今の子どもたちにメッセージ、大事にしていることっていうのは、やっぱりですね、想像力という点ですね。これ誰だったか、教育学者が確か言ってるんですけども、教育のなんか本質っていうのは、自分が経験していないことを想像する力を授けることだと思うと、僕は本当にそうだと思うんですね。学校で勉強することのほとんどは自分で経験していないことですよね。その経験していないことを
その学ぶことができるっていうのはまさにその想像する力っていうのがあるからだと思うんですね。だから教育の本質は経験していないことを想像する力を養う、授ける。でそういう意味でどういうふうにしたらじゃあ具体的にいいのかというところまでは今日は言及できませんけども、やっぱり想像力というのはとっても大事だと。確か大江健三郎さんの本にですね、各時代の想像力という私が本があると思うんですね。で彼も各時代を生き抜くということは核兵器に対する確実な想像力を持つことだというふうな言葉もありますので、やっぱり想像するっていう力はとても大事に子どもたちにですね、身につけさせてほしいなというふうに思います。それから2つ目なんでしたっけ、大事にしていること、あ、大事にしている、例えば長崎市がですね、今出している平和教育の指針を見るとですね、核兵器の問題に特化しているんですよ。で私は義務教育の間、特に小学校の子どもたちにとっては平和っていう問題は間口をうんと広く取ってほしいと思うんですね。例えばこれよくやられてるかと思うんですが、私も結構早い時期にそれやってたの、低学年なんか特に朝何を食べてきたかっていうのをね、子供たちに黒板に書かせたことがあるんですね。そしたら何人も出てきて、もう黒板がたちまちいっぱいになりますよね。で特に抽象化するっていうのを最後まで我慢して、これでもかこれでもかと具体的に考えさせるっていうことがやっぱり大事で、何を食べてきたっていう中に、例えば朝味噌汁食べたって、で味噌汁の中に入っていたものを子供がやっぱり書いてるわけですね。豆腐があったとかね、わかめがあったとか、じゃあわかめってどうなっとったって、そしたら西岡さん漫画だったらすぐ描くんでしょうけども、こうゆらゆらゆらっとこういうね、海底にこう生えているイメージがあるでしょ。で朝牛乳も飲んだっていう子もいるんですね。で牛乳はどこにあるとかって言ったらね、牛のおっぱいだ、牛がこう出てきますよね。で魚食べた、魚どこにいるか、だから海や川におる。それを全部やっていくと、みんなその生きているものに結びつくわけですね。そうするとご飯食べるときにさ、何にも考えないでいただきますって言ってるんだけど、いただきますって何だろうってというのが、私の今日食べてきたものを書いてごらんって言ったときに書き出したもの、それをずっとこれはどんな状態でどこにあったかっていうのを具体的に考えると、みんな生き物なんですね。そうか、いただくっていうのはもらうっていうのを丁寧に言ってるわけだから、自分が生きていくためにね、たくさんのね他の命をいただいていると、だからいただきますっていうんだと。でこんなふうにいわゆる平和教育っていうのが命の問題だったら、これはもう小学校1年生でも十分やっていけるわけですね。だからそんな風に学ぶその入り口をね、広く取っておく方が小学校レベルではぜひ必要なことだろうと思うので、その年齢が上がっていけばね、だんだん狭い分野に特化していきますよ。例えば長崎大学には核兵器廃絶センターと、これも世界に1か所しかないですから、そんな風に年齢が上がっていけば学ぶ
分野っていうのは非常に狭くなっていきます。でも低学年の段階で、あのピラミッドの一番底辺の部分をイメージすれば分かると思うんですけど、うんと間口を広く、あ、それも平和教育なのっていうようなものを私はした方がいいんで、今の長崎市がですね、核兵器だけを子どもの教材として学習帳なんかを出しているというのについてはちょっと批判するんですね、僕はね。だからまあ大事にするっていうのはもう少し平和って何だろうっていうのを広く捉えていこうじゃないかと、ということです。ありがとうございました。他にどなたかいらっしゃいますか。よろしいですか。はい、じゃあ今日は本当に山川さん、西岡さん、貴重なお話をどうもありがとうございました。話を聞いていて、私も2年前まで小学校1年生の担任をしてたんですが、防空壕に入れない子どもたちを帰れって言えるのかとか、まあ、山川さんがお習字見て、あ、とっても上手な1年生だったななんていうのも改めて感じましたが、日の丸って書くかっていうようなことを、本当に自分が学校の教員として、その第二次世界大戦前の憲法だったり教育基本法だったりというものも非常に感じるところでした。贅沢禁止、今これができるのは今憲法があるからなんていうところもぜひ伝えていきたいところだなというところを感じました。高校生平和大使が魅力だけど無力じゃない、そんなような話をよくします。私たちの取り組みが本当にちっちゃなものでも大きくなっていくというところについては、山川さんには本当に大きな宿題をいただいたというふうに思いますし、聞き手は語り手だって言ってもらえると非常に気が楽になりました。なんか戦争のことをいろいろしてたり、いろんなことを詳しくなっていないと語り手になっちゃいけないんだっていうのを思っていたときに、聞き手は語り手だって言ってもらえると、その次がすごく伝えやすくなるななんていうところも感じたところです。今日ご会場にいる皆さんも今日それぞれお感じになったことをぜひいろいろな場面でお話しいただいて、少しでもこのような活動を広めていくことが山川先生のその宿題に応えることになるのかなというふうに思います。本当にお二人の方どうもありがとうございました。大きな拍手でお礼を感謝を示したいと思います。これで第4分科会を、終了いたします。スタッフの皆さんもどうもありがとうございました。外は結構雨が降っているようです。お気をつけてお帰りください。それではアンケートのご協力を最後にお願いをします。